こんにちは。そうか、今日誰も他に言う人がおらんね。珍しい。オリケンチャンネルです。今日はね、パパとマリア2人で来たね。ね、レオナとママとレオナね、家でしたもんね。まあ、ということで、陰キャ2人組で楽しもうと思います。どうする、これから。まあ、どうせすぐ帰ってくるよ。プープーって泣きついてくるよ。なんでな、マリアが原因やない？やっぱりそうかな。いつもやっぱ、漫画ばっかり見るし。そうかな。まあもう嫌になったんじゃない？一緒に見たかっただけなんやけどね。どうする？見させる。でも家でしょ。もう2日帰ってきてないやけね。大丈夫、すぐ帰ってくるよ。パパ会いたかった。まあというのは冗談で、本当はプチ旅行に行ってますね。2人で友達と好きに行ってますです。で、マリアちゃんもちょっと行きたかったけど、友達と遊び予定入ってたからね。で、パパは元から滑らないから行きません。マリアもスキー滑ったことない。本当ないよ。マリアね、でも楽しいと思うから。楽しいかな、うん、マリア何が怖いかってさ、スーって言って頭からガーンっていかんかが怖いの。そこまでなかなか転がるやつはなんか普通横に倒れるとかやけど。そうなん、うん、頭から行くやつはなかなか。じゃあ大丈夫ね。で、昨日代々ここに来ようって言ったんですけどね、じじとばばが今日も泊まっていけばって言ってね。じゃあ今日の昼来ようって言って、今筋トレ終わった後来たね、うん、それでは食べろかね。食べます。いや、はい、来ました。久しぶりやね。ね、ずっと食べ来たかったの。うん、ね、ずっと来たかった。何月以来かな、マリア。ね、ロシア帰ってきてから行ったからね。行ったよね、1回行ったかな、うん、多分3、4ヶ月ぶりかな。ね、久しぶりだね。これね、そう、この野菜炒めとトンカツと漬物と味噌汁とご飯、ね、まあ、全部美味しいけど。今日取る人おらんけ。あ、うん、あの、いつもの、うん、いつも漬物取られるけど。え、何ダメっつって。よし、もうちょい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 。OK。注文が多いわね。いただきます。はい。昨日もお腹いっぱい食べたね。ね。そういえばさ、昨日めっちゃイラついたよね。うんうん。あ？で、パパ、ね、ちょうど金縛りにあって。いや、パパさ、うん、言いよったやん、うん、ちょっと耳鳴りして、その後普通に寝たって、うん、マリアさ、うん、ずっとなんかに見られよんよ、うん、ずっとなんかに見られよけん、視線気になって眠れんけん、うん、結局夜中の3時まで起きとって、うん、あ、ごめん、パパ連れてきたって。そう、どうもありがとう。おかげで眠れなくなったわ。いや、もっと連れてきやがって、ちょっとしつこかったもんな。2回寝ちょったらさ、1時間ぐらいしばい、めっちゃなんか夢を見よってパッチ起きたよな。で、あ、何の夢やったかね、思い出そうと思ったらさ、パキンしてきたよね。耳鳴りのやばいやつが、うん、あ、これ来た、やーべーって思ってちょっとあのお祓いする、まあそれを唱えたよね。したらそのお祓いの言葉を忘れたよ。やべーと思って1回唱えて、2回目の時にもう遅かったよね。うん、パキッと固まって、くっさーと思って、とりあえず気合ガーッと入れよったらさ、うん、足がちょっと動けるようになったよね、うん、で、なんとかちょっと溶けてさ、うん、さあ、まあ、イライラすると思って、もうしょうがない、下で寝ろうと思って。いやね、やけん今日、まあ、寝不足やったん、やけん起きてご飯食べて、うん、眠気が弱かったけん寝たんよ、うん、で寝よって、うん、こうちょっと起きよったらパパで早く起きんかいって。誰のせいだと思ってんだって思いながら、めっちゃお前のせいじゃんって思いながら。パパたちの寝る部屋ね、あの2階あるね。いや、そう、メイクしよったんね、コスライブするけん、メイクしよって上で、あの上大きい鏡あるけん、メイクしよったん。で、髪をこうやってかけてたのね、切りすぎてちょっと邪魔やったけんね。でこうメイクしよったら、後ろからフーってされて、前も飛んできて、こうサッと飛んできて、でも後ろね、あのドア閉めとったし、窓もないし、ここから急に風が吹いてきて、これ気のせいじゃないやろ絶対って思って、なんかこの鏡調子悪いな、下行こうっつって。結構かまってちゃうんやけね。そう、あのマリアの部屋とさ、もともとマリアの部屋とパパたちのもともと寝る部屋に
あそこ結構行き来するよね。ね。パパの筋トレとかあんまり来んやろ。いや。来る？たまに。2回。ライブしよった時、うん、結構前 YouTube ライブしよった時来たかもしれん。うん、でさ、うん、昨日まあ地震時2日止まったけどさ。うん、昨日おとといはさ、うん、何もなかったっけ。マリアあそこの部屋に寝らんがいっちゃないんじゃ、マリア言うて言ったやろ。ほらね、そしたらパパ、いや仲いい、一緒に寝る場合いいってからね。どうぞ一緒に寝たじゃん。いや一緒に 寝るのはいいじゃん、うん、邪魔されるのがうざいんよね。おとと一緒に寝よったかもしれない。いや隣で寝る分はいいけどさ、邪魔するのは困るんやろ。隣俺だけでも無理、めっちゃ視線感じるもん。いやいや、寝ようときに見られよったら、いやほんと下降りてきてもほんと耳鳴りいっときなれたけど、うわーこれすごい倍以上多いと思うね。マリアの方に来たよ。うん、寂しかったろ。うん。ありがとう。復活取るよ。取るよ。お題いただくよ。あといっぱいあるっけ。自分のためにおばりすぎやろ。昨日は波をたんがドロロね。でもネットフリックスで新しくなったもんね。これも面白かろう結構。口の中入ってるしゃべれ、めっちゃ面白いし、オープニングがめちゃくちゃかっこいい。ほんと、マリア面白いのが最近セーラームーンを見よう。セーラームーンも一番初期のね、うん、パパはまだ小学校中学校ぐらいの時の超かわいいコスプレする、ね、する、誰してる、うん、レイちゃん、ミコさんの赤いセーラーの。ああいいね。ウサギはもしたい。ウサギちゃんめっちゃ好きなんや。マリアパパ、コスプレでお金かかるね。セーラームーンやりたかった。まだ筋トレも頑張らんね。うん、今の3杯ぐらい。いっぱいお菓子食べたきね。最高やった。スーパームーチョ。スーパームーチョ大好きなのね。したら、ばばば言いよったね。あ、これ美味しいよねしてね。お前ら4人どう？ババよく分かってる。スパムーチョが一番美味しい。色は認めない。ババと気が合う、お菓子に関しては。うん、ね、昨日2人で買いに行ったもんね、お菓子とね。お菓子とチョコレート。結局あれ食べんかったやろ。どれ？アイスの上に。あ、いや、ご飯食べ過ぎたんやろ。そうかなと思って、うん、パパ明日の朝食べるんやろうねと思ったけど、うわー、くっそ、あれ楽しみにしようと思って。でも無理だったもんね、昨日あれ。ご飯いっぱい食べ過ぎたし。無理は、アイスは余裕。プリンも食べんやったね、そういや。うわ、いっぱい食べやで、やっぱご飯食べすぎたんじゃ。ババがいっぱい出すきんね。うん、全部ババ悪いね。うん、ババにいつも YouTube 見よき。プリン買ってくれるのありがたいけど、夜ご飯いっぱい出されたらそのプリンが食べたくなる。わかった、おばあちゃん。ね、今頃笑いよ。ババの笑い方真似して。もう何言おうとれ。30点。じゃあ、まあ、挨拶しましょうかね、最後。はい、じゃあ今日は最後まで見てくれてありがとうございました。ければグッドボタン、チャンネル登録をポチッと押してオリケンファミリーに入ってください。それではバイバイ。